イゴランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、便座とですね、八つ咲きのですね、スケンリッツチョアップ来ました。これは待っていたという人多いんじゃないでしょうか。僕もですね、両方持っていません。なので今日はね、引いちゃいます。弁財天はですね、結構優秀で、まあ、前消しデカプニの技ゲージを多く貯める、つながりやすくなる、そして追加スキルが必殺技を使った後に技ゲージが少し残るということで、結構連発しやすいのでこれは欲しい。そして八つ咲きということで、ちょっとね、おはじきの方がですね非常に停滞してるんで、今日はですね、もう一気にね、もうコクリも引いて、そしてトリプルゼータ、フーミンも引いちゃいましょう。ということで行きましょうか。確率見ていきましょうか。クローンは安定の 0.3%、 そして弁財天 1.2 の八つ咲き 1.6 ということで、これはちょっとね引くしかありません。しかもフーミン 0.1 っていうのがねちょっと厳しい。桐崎英二君はですね、昨日のねガチャでゲットしました。なので今この英二君しかいないっていうね、やばいです。ちょっとね、今回裏マップはねそこそこ倒せるんだけど、このおはじきの方がですね、やっぱり特攻ないと厳しい。まあ一応ね、スキル持ちのねキャラが、まあ、3体あって、まあ、僕はですね、残念ながらめぐみんはですねこのおはじき特攻じゃない方のめぐみんなんですけども、まあ一応でもね、クロスエンマとこのミリムはね持ってるんで、まあそれだけでいけるのかっていうところありますけども、まあガチャ引いていきましょうか。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあマジで来てほしい。ちょっとね、ここでハマるのはねよろしくない。まだね、追加、そしてランク UZ のチョアップあります。そしてフックガチャもある。おったないですか。なのでちょっとここはねサクッと引いていきたいところ金株なしって珍しいよね、この激渋ガチャ。やばいです。なんかね、やっぱりどうもね、おはじきはね苦手ダメだ。おっと、 Z キャラが厳しい。どうなんだろう、結構でもみんなね初日攻略とかね上げてんだよね。やばいです、ちょっと出遅れた感がある。でもイベント期間2週間あるんで、じっくり楽しんでいこうぜ。さあ早めに昇天して出したいところ。オルシャス、さあマジで来てほしい。やべえなマジで。10月16日までオルシャス。おい、ゴールド。昇天してもね、まだそっから結構厳しいんだよね。さあマジで全然キャラ出ないんだけど、どうなってんだ今回の風民と弁財天、そしてこのラングユーズイのコクリュウ、この3体はね今回ねどうしてもゲットしたいんだよねなので結構でもコメント欄見るとラストチャンスで狙うという人が結構いるんだよね。手堅いよねみんなね。最近はですね、ラストチャンスがね4日間の時が多いんで、4日あればねなんとかなるような気もするんだよね。いきます。さあ今回裏マップになんと隠しステージ付きのやり込みイベント。あ、すごい、ちょっとやべえ、マジでやべえ、どうなってんだと。でも金カップ増えてきた。ちょっと望みが出てくる。 1.2 とか 1.6 なんてさ、楽勝でしょっていう気がするんだけど、出ねえんだよな。初日 0.6、 0.4、 0.4、 初日も厳しいよね。よくあれでみんな引いてるよね、厳しすぎる。さあ止まれ、止まれば新キャラ確定です。オルシャス止まれ、あーダメだ。金カップからオルシャス、ドー止まって、金カップからねランク優勢あるんですよ。マジでやべえ、経験値玉ばっか溢れとるがな。ラスト1個はラスト、ヒロ社長お願いします。マジでお願いします。ヒロ社長、東京ゲームショー見ましたよ。さあオルシャス、ゴールドか、ま、かダメだ、ラストコールが通用しない。やっぱ秘策を用意すべきだったか秘策、もうこれで今回ね、今回これで爆死だったらちょっと秘策考えるわ。やばいっすね。なぜだ、この確率でしょ、出るっしょ普通。やばい、もうおはじきもですね弱い方の敵ですら危うくなってきたからね。取れ、あー止まんねー、取れ、あー厳しい、マジでやーべー。もうちょっとだけいこう、もうちょっとだけいつもこれずるずるいっちゃうパターン。
やべえ、こんなところでね、こんなところでっていうのはあれなんですけども、100連200連もね回したくない。お願いします。あったー、なんじゃこれ、やめようとすると来る。さあこれはねマジでお願いします。桐崎くんだけはやめて。大好きだけどね、大好きだけどもうゲットしてるからさ。さあここで新キャラをゲットして一気にね打開していきたい。できればですね強い方のね特攻弁財天、もしくはランク UZ フーミンでもいいよ。さあ来てほしい、マジで金カプからと虹カプからでダブルで来てくれたら最高です。マジで来てほしいマジでシャレにならんわ。さあ止まってほしい、オルシャス。とっ、あー止まんねー止まんねー。さあここマジで止まって悪夢が頭をよぎってんだから、ね、0.1 でしょ、来ないっしょ桐崎くんは。行きます。ふっ、おー来たー来たよ、高め高め、お願いします、マジでお願いします。ダッチョーダブルゼータ、八つ崎低め、マジか。ちょっと待って、八つ崎か、八つ崎か、キャラとしては好きだけどちょっとちょっとちょっとだよね、ちょっとだよね。これでいけるのか、八つ咲き、もう八つ咲きにされた感満載です。いやでも流れ来てんだよな、もうちょっと行く、もうちょっと行く、マジのラスト行く引き際を失ったガチャほど怖いものはありません。ラスト行きます、マジでなんか来たような気がする流れが。ダブル焦点いつ幾度となくあります。行きます、マジやべえ、いるんだよね、おはじき特攻。おろしす、あったダブル焦点だからこれだよ、これだよ。なんか絶対プニプニのガチャってね混ぜてません絶対混ぜてません。なのでこの流れが来てる時にもう一気に引いちゃうしかない。やばいやばいやばい、なんだこの流れって、ガチャに流れなんてあるのか。いやこれ虹カップから止まればもう新キャラです。ダブルやつだけはやめて、もうダブルやつだけやつったらね今日は終了です。もうダメです、混ぜてないということが明らかになります。ガチャの闇を暴いたということで。さあここは止まってトリプルゼータ、もう止まればトリプルゼータ以上確定です。持ってるからね、エイジ君もね、桐崎君もね、八つ崎も持ってますから、いきます、マジでいきます。ちょっと押せね、おっバッとダブルダブルター、もうダメだダメだ、運営ガチャ混ぜろって混ぜろって言うたやろ。まあちょっとね時間多くなり、いやでもなんか流れ来てるよね、来てる来てない、流れ来てる、もう、ちょっと一旦頭冷やそうか、一旦悩むね。もう10連だけ行く、もう10連だけ行く、悩むね。いやでも追加もあるしな、一旦ちょっと頭癒して時間を置いてねガチャ回していきたいなと思います。やばい、いやでもう一旦ちょっと攻略の方ね走っていきたいなと思います。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあレベル7の弁財天が出てきました。やばいです、 HP がですね58万もあります。これはちょっと厳しいね、こんなパーティーでやっていきます。まあ、ただですね、まあ、特攻はないんですけども、このミリムとねクロスエンマがあるんで、まあちょっとワンチャンあるんじゃないのかないのかという感じでしょうか。まあでもねフレンドのお助けやってると結構元気ドリンクドロップするんですよ。なのでまあギリいけるかまあある程度まではいけるんで、どっかででもやっぱりね特攻ゲットする必要はあるのかなと思います。弁財天もしくは風味、どちらかもしくは両方、そして追加キャラやっぱりないと厳しそうだ。これがエンマの力。さあクロスエンマ、意外とでもこのクロスエンマとか強いんだよね、ダメージ5万とかでいくんでワンチャンあるんじゃね。あとは種族効果をですね不思議と王族に両方に乗っかるような感じでパーティー組んでます。
結構いけるかいけないのか、まあ最悪課金すればですね、まあ30分制限はいけるんじゃないのかと思ってます。ただまあ無課金はちょっと厳しいのかなっていうね気はするけど、でもできれば無課金でいきたいところ。またうまくフレンドと協力していけるかどうかいけないのか厳しい、とにかく厳しい。さあ久々のこの弾くタイプのお弾きということで、感覚がねだいぶ戻ってきました。さあ容器の粒も集めていきます。さあこれで10万超えるんでワンチャンありそうな感じがする。そして204ポイント、相変わらずワイポイント少ねえな。これでランキングは結構来てんだよね。